はい、今日は6月23日、まあ5時25分ですね。ちょっと早いですけども、今日はこれでやめます。ちょっと分かりにくいか、こっちは。こっちも結構トンボがいっぱい飛び回ってるんですよね。このカメラで分かるかな。はい、この辺近くにも寄ってきてます、いっぱい。ほら、近くに来れば結構映るんだろうけど、遠くのはこのカメラではわかるかな、いっぱい飛んでるのは。はい、トンボの大群が来てます。田植えの方は2人で植えれば明日中には終わると思います。今日午前中、10時過ぎに来たかな。嫁さんは10時過ぎぐらいに、手伝いに来ましたね。午後はさっきだから3時ぐらいに来たのかな。ちょっといろいろ、親父が車に乗らなくなったんで、親父の送り迎えとかなんとか今やってますので嫁さんの方が忙しくなったんです。はい、はい、どうです、トンボ映ってますかね。はい、はい、トンボの大群です。このカメラでは録音できないかもしれませんけど、結構風車の音がゴー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 言ってますね。ゴーゴーっていうか、ブン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 っていうか、はい、低周波だからこのカメラのマイクでは入らないみたいですね。ここは結構風車からは離れてるんですけど、でも何百メートルぐらい、その程度でしょうね。何百メートルぐらいになるんだろうかな。500メーター?700メーター?ちょっと地図なんかで測らないとちょっとわかりませんけど。はい、そういうことで、明日ぐらいで田植えは終わりますということと、このトンボの大群をちょっと映すために、カメラ出しました。途中一回タガメのオスが出てきたんで、見えたんで、軽トラにカメラ撮りに行ったら、その間にもう見失いました。だからやっぱり自然のをやってると結構そういう昆虫たちも復活してきます。はい、まあ、そういうことで、今日は早じまいです。はい、撮影終わります。